皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。 TS1-8ER、ね、こちらもとりあえず、後ろ回り戻しました。はい、戻したので早速ですね、今度はこの辺をね外していきます。はい、まずはオイルタンクですね。オイルタンクを外しましょう。ね、とりあえず。ちょっと硬いよ。硬い。こういう、ネジですよね。よく、例えばね、何が多いですかね。まあ、台湾製。まあ、台湾だからっていうか、まあ中国製はまあちょっとあれですけど、ね、あとインド製ですかね。インドのあのバジャジとかね、ああいうのをちょっと触ったことがありますが、ネジがね締めてあるんですけど、初めからもうなんかねちゃんと締めてない、要は気持ち曲がってるような状態で締まってるみたいなね。だから外すのすごい硬いんです。ネジ山がもうダメなし、ね、なんでそれをね切り直したりですね。そのあたりがやっぱりちょっとこう、ね、あの作業が甘いっていうか、そんなことを感じますけどね。そんなことないですかね。ただもちろんね、どんどん変わっていってると思うので、ずっとそのままじゃね、何の進歩もしてないってことになってしまうんで。ただ日本のだからじゃあ大丈夫かっていうと、もう最近はねそういうこともなくなってきてるのかなとかね、うん、思ったりするんですよ。メイドインジャパンだからね、もうすごいいいとも言い切れない、うん、寂しいことではございますが、そうは言ってもね、エアクリーナーですね、ボックス外しましたね、はい、そして、キャブレターを外すんですけど、まず上の何ですか、ラックボルトっていうんですかね、これを緩めましょうね。硬いんですよ、ね、手で回すには硬い。そして、キャブとインマニーを止めてるね、このバンドを緩めて、ちょっと余裕を持って緩めて、そしたらキャブが外れますから外しましょう、ね、キャブを。でスロットル先にね抜いちゃいます、はい、やっぱりね、ジェットニードル前向いてます、まあ、当然なんですけど、そういう作りなんですね。そしたらキャブを抜くと、ね、そしてこれは、何度もやってますが、やっぱちょっと、はい、外れましたね。特に何もね、メイドインジャパン入ってます。三国コーポレーションですね。はい、なんていうタイプになるんですかこれは。これね、チョークって書いてありますよね。さあ、フロードチャンバーをね開けて、このネジはね毎回言ってますけど、緩い、そんなに硬く締まってないんですよ。これ使っていれば硬くなっちゃうんですかね、それともね。固着してくるのかな。
どんな感じですかね。ちょっとスーパーモレをね取りにならないんですよね。途中で延故してしまったっていう。なんてことだ。エンジン止まってかかなくなっちゃいました。まずいですよね。で張り付いてますんでね、叩いて。もう取れました。取れました。はい。日本で梱包され、そして、船に積まれ、ゆらりゆられて南米へ、陸揚げして、やっと日の目を見るかと思いきや、なぜかまた船に積まれ、ゆられゆられて故郷日本へ戻ってきて、名古屋ですよね、これね、名古屋に到着。そしてあれ、うちらは故郷の日本で日の目を見るのかと言って、うちに送られてきたこの TS185ER の新キャブレーターの中が気になる皆様、まだ1回もねガソリンをうちではその状態からは入れてないね、メーカーでは初回入れてると思うんですけど、大変お待たせいたしました。本当にお待たせですね長い、どんどん長くなってくるね。何がいいですか。 BGM 重要ですよ ね。思いつかないんですよ。ちゃんちゃかちゃかちゃか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 。あんまり汚くないですね。うん、これはね全然汚くない。ちゃんちゃかちゃーん。さあね、これはだからこうやってね、見てくれよボブ、一発で綺麗になったぜ。すげえなトニー、なんだよそれ。すいませんすぐ切る。ものすごいな、なんだよそれって感じですよね。お前知らないのかよみたいな。フロートの方にもねちょっと、あ、それでね、昨日ちょっと最終的にグラディウスの車検を予備検を受けて合格してから、ちょっと時間あったんで、ついね BGS 行っちゃったんで、ほらやっぱり知り合いいるじゃないですか。で一緒にねちょっと食事をしながらね、で、最後お茶しながらちょろっとね話をあれしましたけど、鈴木さんね、古い部品で安いのがあるんですよ。そう、なんでこんな安いのっていうね。要は価格を放置してるようになるから内緒ですよ。ダメですよ、大々的に言ったらね、価格どんどん改定されちゃいますからね。ね、で要はですね、スロー系ねって言ってね、でおそらくちゃんと管理できてないんですよ。古い車両で、でいつの間にかずっと金が変わらず放置されてるとかね、そういうのがあるらしい。だからリアキャリアもそうだったと思うんですよ、この TS のね。そう、昔安かったんですよ。昔って言ったら2年ぐらい前ですよ。だから私が、だから もう少し前、最初にだからやりだしたのは4年ぐらい前だと思うんですけど、その頃安かったんですよ、リアキャリア。って金額だったんですよ。鳩が豆鉄砲を食らったような顔になりますよ。そんな金額でいいんですか。今思えばね、あの時100個ぐらい買っとけばよかったかな。いや買えない。そんなにお金はなかった。10何個買ったんですか。10個は余裕で買ってるんですよね。そしたらで2回目ですかね。1回目じゃない、2回目かな。バックオーダーになって、あ、買えないかなと思ったらちゃんと来たんですよ、その金額で。すげえ。それからその後ですかね、しばらくしてから、で多分私だけじゃないと思うんです、頼んでたのが。いろんなところが多分頼んだね。それによって一気に価格が上がったんですよ。4倍ぐらいだったんですよ。それでうわー高くなっちゃったよと思って、ね、そしたらここ最近、去年ぐらいですかね、さらに値上げもうびっくりで1万500円税抜きですよ。税別1万500円。
なんで、ちょっとね、厳しい金額になったんですよ。ただなんかね、鈴木さん値上げするっていう連絡来たよって、鈴木の販売店をしている彼が言ってましたから、マジでっつって値上げするって言って、で何を値上げするとは言ってないけど、全部で何万点とかパーツあるでしょ、その中の何万点を値上げしますっていうのが来た。リアキャリア買っといた方がいいんじゃないですか大丈夫ですかね、リアキャリアいくらになるんですか、値段変わんないですかね。だってリアキャリアの場合は抜き打ちで値上げしてますから、はい、そんなのなしに、いつの間にか上がってたっていうパターンですから、危険ですね。だから皆さんもしね、だから鈴木さんのパーツを買うなら今のうちに買っといた方がいいですよ。で旧車のパーツとかね、買っといた方がいいですよ、本当に。手に新品で手に入ればまだいいですけど、お金出せば買えるならいいじゃないかっていう考えもありますけど、例えば RV50 バンバン、昔あのマフラー1万9000いくらだったような気がするんですよ。紙に書いてあるから、パーツカラーに書いてあるから、それぐらい、本当にそれぐらいだったと思うんですよ。新品のチャンバーですよ。それがね、途中で2万7000いくらになったんですよ。うわ、高くなっちゃったって、もうダメだなと思ったら、いつだったか見たら、9万いくらになってました。わけわかんないでしょ。いや、車両の本体よりも価値あるんじゃねえかって。高いじゃねえかってね。なるでしょ。そんな感じなんです。どんな感じなんだかわかんないですけど、でも9万7000、まあ、10万円近く出してもね、というか税込みだと10万円以上いくのか、10万円以上出しても新品で買えるならまだいいですけど、確かにね、買えないよりはいいよねっていう感じですけど、ただちょっと現実的に買わないじゃないもん、ね、さらに値段上がっていくんでしょうね。大丈夫ですかね、ただの不良財布になりますよね。私はね、そういうの危惧して、大丈夫なのね、不安ですよ。私はね、鈴木さんに「ベルハンマー」、あ、これね、あんまかけない方がいいのかな、ピストン見える、ピストン、これでカラキックしたいですけどね。であと塗るのはスロットルのとこです。はい、ここね、スロットルでつけとくといいんじゃないかなって思うんですよ。で販売させていただいている車両、途中から多分 10代目かそれぐらい、10何代目ぐらいからはずっとこういう作業をやってます。はい、はい、ですので、ね、相当昔の方はちょっと申し訳ないんですけど、最近の車両に関してはですね、こんな内容になってますんで、はい、さあそしたらこれ戻しましょうね。ね、途中まで戻してからスロットル入れるんですよ。これぐらいかな、あんまり変な向きにすると入れちゃってからだと入れづらいですしね。で当たるんで入らないんで、ちょっと手指でね入れるんですよ。ここまで入ってればあとは、タンクないとやりやすいですね。タンクないとやりやすい、非常にやりやすい。ただタンク毎回外すと面倒、ちょっとね、やばい、面倒とか言う、面倒くさいとかいう言葉使っちゃいけない。面倒くさいと思うことからやんなきゃいけない、ね、面倒くさいと思ったらそれからやんなきゃいけない。そう、面倒くさいこと後回しにするってダメなんですね。そう、それじゃいかんんですよ。でもね、面倒くさい仕事があってちょっとね、めんどくさいって言うとまた語弊がありますけど、エンジンかかんない、前に販売した車両なんですけど、かなり前なんですが、もう4年じゃ効かないでしょ、5年6年経つかな、結構前ですね。その車両なんですが、ずっとなんか乗ってなかったらエンジンかかんなくなっちゃったんですねって言われて、直してもらえますかって、ね、おっしゃるんで、まあ、うちはほら直しますよね、うちでしかも販売してますしね、あ、いいですよって言って、でただちょっといけないんで、
もしあれだったらちょっとね、あのアイラインさんみたいな運送会社でね送っていただけますかって言ったら、ね、送ってこられたんですよ。先ほど来たんです。そしたらアイラインのお兄さんが、いやこれ綺麗ですよね、そういう話をまあしたんですけど、なんとなく臭い腐ったガソリンで出るんです。これガソリン腐ってるなと思って、やばいですよ。でスロットル回らないでしょ。まずスロットルが回らない、まあ、スロットル回らないのはね、キャブが固着しているだけだろうと思いますが、もうスロットルケーブル錆びてるから、いやスロットルケーブルなんか手に入るのかな。で何があれかというと、キャブじゃない、キャブはまあ固着してるのはしょうがないね。でふと臭いから、あこれ腐ってるなと思ってシート上げてね、そうタンクキャップを開けたらもうサビサビ、もうひどいサビサビ、もう大丈夫か、あれ再生効くかな、あのタンク手に入んないでしょって、本当にねやばいっすよ。でそれはいいんですよ、それは良くないけど、それよりもあのシートの下に小物入れがあって、その小物入れのカバーがついてるんですね、うん、でそのカバーのところにあの大塚康夫って書いてあるんですけど、大塚康夫ってあの大塚康夫さんですかね、あれですよね、昔だと思う、そうですよね、大塚康夫さんですよね、あのルパン三世とかね、あのね違いますかね、うん、でまあなんでそんなあれをそんなことをねあれしてるかというと、あれなんですよ、そのオーナーがいわゆるこうなんていうんですかね、まあ言わない方がいいですよね、いわゆる造形師みたいなお仕事されてるんですよね。だからそういう関係でね、やっぱりつながらあのお知り合いなのかなと思って、でまさかそのバイクのそこのねカバーにね名前がでもあれ最どうなんだろう、ちょっと私はよくわかんないですけど、ちょっとあれと思って、なんか書いてある、ちょっと連絡取ってないんでね、今日来てあのバイク届きましたってね本当は連絡しなきゃいけないですけど、そのバイクはね、皆さんの好きな好きかどうかわかんないですけど、私は好きですけど、はい、綺麗なんですよ。外観ね、一回レストアしないとしないですから、それを私が買ってきて、であとダメな部分ね、なぜか外観以外の部分はダメな部分が多かったんで、それを直して販売、昔そうやった。さすがに今はもうあんなの、あの車両出てきたらやばい金額になるんでしょうから、その当時だってね高いって言われてたけど、でもね売れまして、探してる人があれ見ちゃうと買っちゃいますよっていう感じの、綺麗だとね大抵もうどこ行ってもボロボロなんで、当時ですよ、今もう変わんないかもしれない、同じような感じでしょう。さあ問題です。何のバイクでしょう。バイクは何でしょう、ね、お分かりになったあなたは、コメント欄から入れてください。正解した方には何もあげられませんが、はい、何も差し上げられませんが、おなんでやっと当たったっていうことでいいんじゃないでしょうか。っていう感じです。わかんない、そうこうしてる間にねどんどん戻ってきますよ。これはとにかくね、どんどんやらないとね、喋っても手は止めないね、手を止めて喋ってるともうどんどん、ね、全然進まなくなっちゃうんですよね。やっぱりね、行かないとまずいな、取りに行かないと、やべ、リト株が役に立つ時が来るかもしれない。リト株、よし、OK、ね、
止めた。あとスロットルをちょっとね、動かさないと。はい。そしたら閉めてるし、ここ開けてね。で、あれです。スロットルの、オイルポンプとスロットルの位置をね、確認。オイルポンプの位置、あれですね。これちょっと開けないでね。これ開けないとダメなんですよ、本当に。開けて、ゴムのカバーが、滑りが非常に悪いので、ちょっとね、メタルラバーみたいのを塗って、ちょっとね、滑りを良くしてあげて、脱着というか、そういうのしやすくね。さあ、見ましょうね。今水平だったんですね。あれ？合ってないな。合ってないっすよ。ちょっとオイルポンプの出が少ない、調整ですね。で、オイルポンプ、で、8mm か。遊びで調整っていうあれですからね。あ、これで OK。 あ、OK ですよ。ね、こういうことにして、で、キャップをして、ね、で、もう一回ちゃんと確認すると。若干ほど多いな。少ないよりはいいけど、閉めた時に少し出るとか。閉めることによってね、ずれますからね。確かに。この蓋をして、これ蓋しなかったら二次空気吸いますからね。吸いますよね。OK ですね。はい、これはオイルがもう入ってるタイプだから OK と。蓋をして、いただきました。はい、毎度のことですけどね。ただ毎回同じようなことをやってるだけでございます、ね。そんなところなんでね、お付き合いいただいた皆様、本当にありがとうございました。とりあえず
取りに行きたいと思います。スーパーモレです。スローモレの鈴木じゃないですか。